この素晴らしいスタジアムは徐々に熱気を増してきています。この時間は川崎フロンターレ対柏レイソル、こちらの一戦をお楽しみいただきます。天候については現在こちら現地は晴れています。今日は好条件でのデーゲームとなります。今日433のシステムで来ているんですが、北澤さん、まあこれアンカーをどこに置くのかということになろうかと思うんですが、これどうご覧になりますか。そうですね、アンカーがどちらかというとセンターバックの間に降りたりとか、はい、まあ、その理由というのはもう攻撃的に行きたいということですよね。そこのポイントになるのはサイドバックが上がれるということですよね、はい、サイドバックが高い位置にとってそこにポイントが作れるとサイドからの攻撃が始められるということになりますよね。まあ、でも結構これアンカーに負担がかかりますね。そうですね、チームが進んでいる方向と逆に進まなければいけない、下がらなければいけないということがありますから、はい、ここはちゃんと安定感を保てないと厳しくなりますからね、はい。川崎のキックオフでスタートです。川崎フロンターレ対柏レイソル、サイドをご紹介しましょう。右から左に柏レイソル、左側が川崎となります。自分で行くのか、自分で行くのか、ナイスウィル、中につなぎたい、いけるか、シュート、いやこれはわずかに左でした。脇坂、チームのキャプテンです。チャンスでしたけどもね、トラップから打つまで非常に速いシュートを打ってきました。足の振りが非常に速いんですよね。ほとんどテイクバックがない中でこれだけ強いシュート打ってますからね。ここは通しません。大南、家永を、さあ繋がるか、もうこれいいでしょ、抜けてくる、どうだこのシュート、すぐこぼれた、いやーキーパー素晴らしいですね、いい仕事しましたよね。大きく縦へ、さあカウンタースピードを上げたいところ、縦へのボール、プレスからボールがこぼれる、白井、ボールを下げてリズムを作るか。前半の14分を過ぎたところです。川崎は立ち上がりから積極的で決定的なシーンがありました。積極的に攻め込んでいる分少し攻勢に見えますけども、両チームともグイグイ来てますから、いつ点が入ってもおかしくないような状態ですよね。パスでつないでしたよ、シュート、ここはキーパー処理しました。大きく縦へ、さあつながるか、カット、もういい形ですよ、スルーパスを狙う、行きましたよ、一度受ける、シュート、来た、先制、レイソル、いやいや見入ってしまうような美しいカウンターでしたね。いや素晴らしい展開でしたし、迷いがなかったですよね。相手の守備のブロックを切り崩すボール運びでしたよね。これは一瞬のスペースを見逃さず、プラスの判断ができた結果生まれたゴールと言えますね。そうですね、これは打つ前のパス交換が綺麗でしたよね。相手ディフェンダーは完全に翻弄されて対応遅れてましたからね。やはりマークを振り切る動きと決めれるところで決めることができる決定力がこの素晴らしいゴールを生んだんじゃないでしょうかね。さあ1対0先制ゴールが決まりました。柏1点先制しましたけど安心はできないですよね。当然相手はアグレッシブに攻めてくるわけ、シュート、下がる、いやーキーパー素晴らしいですね、いい仕事しましたよね。あっとこれは来たか、シュート、これはミスキック、枠にはいきません。十分相手を引きつけたことによってセンター不利になりましたよね。守備のほんの少しの隙にしっかりつけ込むいいプレーでした。相手の隙を見逃さずうまくついた形でしたね。やっぱり高い位置で奪えばこういったチャンスは生まれてきますよね。キーパーからのロングフィード、ここは通しません。サイドを使います。マルシーニ、前半28分川崎としてはこの辺で前線で仕掛けていくシーンをたくさん作っていきたいですよね。セットプレーのチャンスなんかも作り、大振りでしょ、裏を飛び出した、行きましたよ、抜けた、差し込む、行くか、シュート、決めた、レイソル、いや素晴らしい、この短時間で追加点、
ここで得意のカウンターがまさに炸裂しました。フィニッシュまでの形、北澤さんいかがでしたか？そうですね、今のカウンターの精度も素晴らしいんですけども、やはり後ろがしっかりしているんで非常にスムーズに前線に飛び出していけることができるんですよね。守備あってのカウンターっていうのが選手たちに浸透してますからね。今日2点目のゴールです。一本抜け出してパスを受けてのゴール、見事なタイミングでした。そうですね、出し手と受け手の一つ、積極的に仕掛ける姿勢がこのゴールを生み出しましたよね。さあ柏、さらに1点を追加し2対0としています。いや止まらないですよね、この勢い、はい、何かのきっかけで一つ乗ってしまうと、今日もプラスに働くチームなんですよね。そうですね、ゴミスから家永、撫でるようなボールタッチ、さあどうだ、チェコチャンスを演出できるか、ゴミスに渡る、シュート、決めた、フォンターラ、いやー素晴らしい。さあこのゴールであと1点というところまで来ました。もうここしかないというコースをきっちり決めてきます。いや気持ちのいい一発でしたね。おそらく分かっていても止められなかったでしょうね、今のは。いや今のは見事にスペースを有効活用できましたよね。いやパスの受け方、もらう位置、タイミング、シュート、今のはどれを取っても申し分ないですよね。相手キーパーの位置をしっかり把握して落ち着いて流し込んだ、いいゴールだったんじゃないでしょうかね。さあ川崎あと1点というところ、アーチのようなパス、このスルーパスは通りません。もうこれいいぞ、裏へ届くか、さあ一気にカウンター、ミドル、谷福本のセーブ、しかしこれよく止めましたね。いやいい反応ですよね、ファインセーブですよね。これは今のはなんとかカウンターを回避したというシーンでしたね。そうですね、今のカウンターを食らいましたけども、攻めている時こそ相手はカウンターの準備をしていると思った方がいいですよね。まあ、そういう意味では嫌な時間帯や局面でボールを失わないことが大切ですよね。これはどうだ、来たか、シュート、またまたビッグチャンス、柏、この時間帯リズムがいいですよね。ファーストハーフ終了の笛です。両チーム動きのある前半でした。前半を終え2対1、しかし北澤さん、前半はもう完全に点の取り合い、すさまじい展開になりました。ですけどまだ 2-1 ですから、お互いに気を抜けない点差ではありますよね。次の1点がこの試合のポイントになりますよ。川崎としては後半もね、今の状態をキープしつつ、もうさらに踏み込んだところで相手の隙をついていくというかね、そういったアイデアが必要になりますよね。川崎フロンターレ対柏レイソル、それでは続けて試合をお楽しみください。さあ後半スタートです。川崎としては早めにペースを掴んでいくためにも、この立ち上がりをどう過ごすか重要になってきますよね。そうですね、柔らかいボール、ここは通しません。キーパー前へ蹴り出します。プレスからボールがこぼれる、佐々木、ここは対応します。裏へのスルーパス、いいボールでしょう、いいですね。さあどうだ、ルーズボール、ここは通しません。長いボール縦へ、カウンターを仕掛けていきます。三つ丸、アーチのようなパス、激しいボールの奪い合いです。縦へのボール、サイドを縦に走らせます。いいボールですね、丁寧に足元を使う、クロス合わせてくるか、足元狙う、このクリアボール拾いたい、ペースを狙った、このボールに触ります。関根、長いボールを送ります。このパス回し、カット、いい形ですよ。さあどうする、来たか、どうだ、シュート、これは素晴らしい反応でした。そうですね、難しいボールでしたけどもね、いやよく取れましたね。パスはチャンスを迎えたシーンがありました。縦へ送る、激しいボールの奪い合い、ここはすぐ奪い返します。柏、三つ丸、小山津へ、ふわっとしたボール、
サイドのスペースを使います。いい形じゃないですか。さあ来たか、中に合わせてくるか。もうこれいいですよ。この位置シュート、もう一回ボールはクリア。中央、川崎はあわやというシーンでしたが、ここはしのぎます。高いキーパーからのロングフィード、ここで受けて右サイド上がっていく。いい形ですよ。さあ来たか、中に合わせてくるか。ここで丁寧にコントロール、これ仕掛けるか。さあ中はいる、どうだ。行きましたよ。抜ければチャンス、いけるか。さあどうだ、シュート、キーパー川崎、同点のチャンスでしたが、これはゴールならず。いや今の止めていなかったら追いつかれてるわけですからね。これが今日の試合の中でも一つの大きなポイントになりましたね。ここで見せてくれました。北澤さん、いいシュートでしたね。これを止めたのは大きいですよね。残り時間を考えると決められていたら厳しい状況でしたからね。ここでコーナーキック、ボールが上がる、頭だ、まだある、どうだ、クリア。このピンチをなんとか出します。川崎は残り少ない時間をなんとか生かしたいところですよね。あと1回2回あるかのチャンスですからね。仕掛けなきゃいけない状況ですよね。これは川崎は選手交代のようです。柏としては守備の裏のスペースを相手に取らせないことが最優先みたいですよね。さあ、セーフト、切れた、フィースボール。いや、いい反応でしたね、北澤さん。いや、あの位置からのシュートですからね。ファインセーブですね。早く、そして鋭いシュートでゴールを狙ってきました。シュート打つまでのリズムが非常に速いですよね。あのスピードでこれだけ鋭いシュートが打てるっていうのは素晴らしいですよね。同点のチャンスでしたが決まりませんでした。いやー、これ相手からすればかなりヒヤッとしたでしょうね。コーナーキックです。さあどうだ、来たか、ヘディングゴミス、あと少し。今のは惜しいシーンでした。いいとこまで攻めたんですけどもね、この終盤での攻め合いは最後まで目が離せませんね。お互いの意図、完璧というヘッドでしたが決まりませんでした。柏がメンバーチェンジをします。キーパーから前線へ、ここは通しません。ここからですね、空いてますからね、縦行きたいところですね。もうこれいいでしょ。このパスが抜ける、フリーシュート、シーラーがルーズボールになる。さあどうだ、クリア。このピンチをなんとか出します。いいプレッシャー、いい形ですよ。これはどうだ、来たか、シュート、いや惜しいシーン。しかし相手の守備の対応が一歩遅れたのか、危ないシーンでした。柏絶好のチャンスでしたけどもね、フィニッシュがちょっと甘くなっちゃいましたね。もったいない気がしますけどね。守備のほんの少しの隙にしっかりつけ込む、いいプレーでした。相手の隙を見逃さずうまくついた形でしたね。やっぱり高い位置を奪えばこういったリスタートしたところで長い笛です。2対1、川崎惜しくも1点差で敗れました。さあ北澤さん、今日の試合ですがどうご覧になりましたか。川崎としてはサイドから攻め込まれるケースが多かったですよね。やはりどうしても中へ中へ意識が行きやすいですから、しっかりゾーンで守ることも今後必要になってくるでしょうね。はい、そうですね、そろそろ放送時間もなくなってきました。本日の試合は北澤豪さんを解説にお招きしてお送りいたしました。北澤さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。川崎が1点差に詰め寄ったものの、結局2対1で敗れています。